のここ。はいどうも、料理の佐藤でーす。僕はとてつもなくね、腹が減っているんですよ。この腹を満たさなければいけないんです。ということでですね、今日はね、日本酒と鶏の旨味をたっぷり含んだ鶏そばっていう名前のパスタです。これは僕がイタリアンレストランでちょっと働いたことがあるんですよ。その時にそこの店長がまかないでよく作ってくれたパスタです。そこの店長のパクリですをやっていきます。はい、じゃあですね、材料紹介になります。まずこちらです。このもうあれですよ、ムチムチの鶏もも肉で、このスタミナがめちゃめちゃつきそうなニンニクです。たっぷり2つ使っちゃいます。で、このね、このこれです。あとこれです。この紹介いる見てくださいね、5分って書いてありますね。これね、ママなんですよ、ママ。はい、じゃあやっていきましょう。おけまる水産、おけまる水産、おけまる水産。まずこの星の一番になっていきます。一番絞りグラスに注いで、最初言っとくけど、別にプロモーションじゃないですからね。この星の一番になっていきます。ぐわー、うまい。まずですね、このスタミナのつきそうなゴロッとしたね、おにんにくを切っていきます。まあ、叩いて剥いていきますね。剥いたら、このね、芯はね、取り除いてください。この芯はね、焦げやすいので、で、これを、こんな感じでね、まあ、粗みじんでいいですよ。で、鶏肉もね、これはまあちょっと切れてるぶつ切りのものなんですけども、パスタで食べるにはちょっと大きいので、こんな感じでね、一口内に、カットしていきます。これがね、鶏肉がね、150g ですよ、これね。で、150g なんだよね、鶏肉。結構ね、量は多いです。なんでこんな量が多いかっていうと、このスパゲッティ、僕にしてはかなり珍しく、だしの調味料をね、使わないんですよ。だから鶏の旨味だけで、食べるパスタになるので、鶏肉は結構多いです。一口で切っていきます。で、こいつには強めに塩をマップしていきます。だいたいね、1つまみ、2つまみ、だいたいね、小さじ4分の1ぐらいは。これ揉み込んでおきます。これね、ペペロンチーノなんですけども、オリーブオイルを使いません。オリーブオイルを使うとオリーブの香りが結構強くて、鶏の風味が消えるので、今回サラダ油にします。サラダ油少しなんですけども、まあ、大体ね、まあ、小さじ、2ぐらいですね。はい、でここにですね、鶏肉を入れていきます。で、まあ、中火ぐらいです。できればね、皮目を焼いてあげてください。皮目からいいね、上質の油が出ていくので、チーンって言うてね、これ油が出る。いい匂いです。この香ばしい、この焼けた匂いを嗅ぎながら一番になります。この星の一等賞になりたいの。さっき切ったニンニクです。あと一緒です。はい、で、この時はね、弱火にしてください。いかないとね、焦げちゃうんですよ。肉は端に寄せて、油玉に落ちて、ニンニクをね、いい感じに炒めて、ニンニクの香りを引き出して、弱火に。でね、これぐらい、いい色でね、いい仕分け色だったらいいですね。はい、大さじ2ぐらい。皆さんは測ってください。僕はね、スプーンでやってみて。そしたらね、こんな感じで、ね、乳化してくるんですよ。これ、このソースがね、もう最高になってます。で、こうしたら、これはちょっと置いときます。もう沸騰したお湯ですね。お塩。大体ね、味見した時におすましぐらいになってるぐらいの塩分です。これ重要です。味見します。お吸い物ぐらいの塩分になってたらもう OK。で、ごめんなさい、僕ね、唐辛子を入れ忘れてました。一番になりすぎた。この時点で入れれば平気です。ちょっとね、水分飛んじゃった。この
な状態になったら、ちょっと、茹でていきます。はい。こんな感じでね。少ないお湯で茹でると、なんやかんや良くなります。少ないお湯で茹でると、澱粉がお湯の中に残りやすくなるんですね。その澱粉が結びついて乳化がしやすくなるっていうのは、覚えてる。そうしましたらですね、さっき置いておいたソースですね、これね結構ね水分蒸発しちゃってますね、なので、まあ茹で汁大さじ2ぐらい、3ぐらいいってもいいかな、あと、麺をねこう入れていきます。はい、はい、これでね乳化をねしていきますね、まあ、乳化するとソースがドレッシング状になってうまいです。茹で汁もう一度入れました。で、まあ、小刻みに動かして、まあ、そうするとね、乳化ですよ、はい、これがこんな拡大してきます。これがうまさの合図ですね。ちょっとシュートします。はい、一振りぐらいね。救急車来てますけども、うちのチャンネルはね、救急車来ててもやるんですよ。はい、こんな感じでね盛り付けてあげてください。すいません、ちょっとねお腹が減りすぎて気の利いたこと言えないです。このパスタは僕が食べるために今作ってます。たまにはこういう動画もいいんじゃないかと思いますね。で、まあ小ネギを最後に散らして、日本酒鶏そばの完成でございます。もう腹減った、もう食わせて、食わせてくれ。はい、じゃあ食べます。すいません、もう腹減ってるから無理です。いただきます。うん、うまっ。うん、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 はい、着替えた。すいません、さっきの腹が減りすぎて素でした。でですね、今ね食べてて思ったのが、本当にやっぱりうまパスタだなっていう風なのが分かりました。鶏肉ってね、すっごくうまみが出るんですよ。で、僕は基本的には、まあ、コンソメとか味の素とかを使ってかなりうまみを重視して作ってるんですけども、鶏肉に関してはね、それらを使わなくても十分うまみが出ますね。まあ、僕その十分うまみが出るっていうワードすごい嫌いなんですけど、鶏肉はね、鶏肉だけでうまみ調味料ぐらい出るんですよ。なんか鶏をかなり煮詰めて作ってるので、もうあからさまうまいですよね。すみません、スタッフが食べるのを残しておかないと悲しがるのでここら辺でやめておきますが、僕あと一皿いけますね。これ好きすぎて、塩分濃度はね皆さんご自身で調節していただいた方がいいなっていうふうに思います。で、茹で汁はね結果ねお玉一杯ぐらい入れました。これね、お酒にもねすごい合うんですよ、ね、焼きそばチックなんで、これ鶏塩焼きそばみたいな感じの味付けなんですよ。で、ピリッとしてるし非常にビールがすごい。なので皆さんぜひぜひ作ってみてください。はい、ということでですね、今回の動画面白そうだなとかですね、やってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくよろしくお願いします。